ホークスプラス804。4年ぶりの日本シリーズ進出を決めたホークス、勝利の立役者が選ぶベストプレーとは。その前にあなたは、番組に仲間入りした神山音です。よろしくお願いします。お願いします。まずは CS ファイナル MVP の山川選手、打率5割、ホームラン3本に6打点、大活躍でしたよね。CS の戦い振り返って、ベストプレーって何ですか？伊藤選手から打ったセンターオーバーですね。やっぱあれが全てだと思います。その一打は初戦の3回に伊藤投手から放った勝ち越しタイムリー、チームに勢いをもたらしました。でもホームランじゃないんですね。僕シーズン中さっぱり打ってないんですよね。やっぱ気持ち的には乗れたかなと思います、はい、今年1年間本当に苦しい時期を乗り越えながら来て、やはりこう一生懸命練習してやってきたことがそこで出たのかなっていう、そっからがすごかったね。やっぱりそうですね。続いては二遊間でチームを救った大分コンビ、今宮選手と川瀬選手。東京の先輩鳥越さんを前にちょっと緊張気味。ベストプレー今宮選手挙げるとしたら何ですか？今日のエラーで。そうですね、今日のエラーだ。先に鳥越さん、鳥越さんですか？ベストプレーは、ベストプレー、ベストプレーは、いやバントですかね。バントですか？一回失敗して引きずらずに今日はまあ、しっかり決めれた、まあ、2つ目っていうのはちょっとめちゃめちゃ緊張して、まあ、結果的に点は絡んでるんで良かったかなと思います。バントの数は現役最多ですよ。それでも緊張するんです ね。そして川瀬選手のベストプレーは、自分のプレーチームとしては、チームとしても自分のプレーまあ、 あれがあったから3連勝したと思う。初戦で同点に追いつかれた直後のファインプレーはチームを救ったよね。あれはすごすぎました。ガッツポーズがぎこちなかった。あの来たことがないんで、鳥越さん鋭い。まだまだお伝えしたい深い話があるので、明日の夕方ニュースでたっぷりお伝えします。